はい、こんにちは、ライムです。今月もやってまいりました、超中心祭で、今月はですね、ノストラダムスが新キャラとして追加されております。こちらがですね、進化の方が31回の適正なので、僕31回すごく苦手なので、覇者の塔のあれが少しでも楽になるならという気持ちで、はい、僕はもうノストラダムス一択狙いで、まあもちろんガブリエルとか、あとね、パンドラとか出たら嬉しいんだけど、ノストラダムス欲しいということで行きます。今回は20連いけますね。覇者の塔今月は結構頑張ったところがあるので、はい、行ってみたいと思います。いや、まあでもね、本当に欲張っちゃうとね、ダメなんだろうけど、やっぱりフェスゲンは欲しいよね。僕のフェスゲンってルシファーで止まってるので、ルシファー以降のやつ一体も出てないっていう。お、早速これは、え、誰ごめん、誰、新しいキャラって分かんないんだよな。これまた知らないキャラだ。え、両方星5だけど、え、なんだ、今日いいぞ、引きがいい、どうした。お、ノアだ、来た、フェスゲン来た、ノア来た、来た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 、え、どうした、今日は運がいいぞ。ちょっと名前が出てこないキャラが多いけど、ドンキホーテ、お、なんかすごいイケメンになった、急に。なるほど。なんとも言えない。なんとも言えない。状態異常回復だからどっかで使えそうだけど、なんとも言えないね。ベビーアーク。レーザーストップ、アンチワープ。レディアーク、どっかで使えそうだね、このスキルセット。砲撃型のリワインドブラスターで爆発だ。で、アビリティがアンチダメージボールとアンチワープ。どっかで使えそうな性能してるけど、いいね。結構どうしちゃったんだろう。で、ノアでしょ。ノアはまあ、カインとかイザナミとかかな、使えるとしたら。で、こちらがアトランティス、全然知らないキャラなんですけど、アンチダメージボール、アンチブロックで、神川がロボットキラー、アンチダメージボール。はい。でも星5が4体、しかも誰も被りがないっていうところで、すごく運がいい。今日は来てるぞ。これあるよ、これ2回目あるよ。パンドラ、ガブリエル、そしてノストラダムスあるよ。これ全然来るよ、来るよ。確定って全然出ないけど、確定演出全然来てくんないけど、これあるぞ。今日はなんか違う、いつものライムじゃない。さあ、どうだどうだ、止まれ止まれ止まれ、止まってくれ止まってくれ止まってくれ、これですよ。今日はいつもと違うとか、一体先このざまですよ。まあでも平均で10連やって星5が2体なら、まあまあ運がいい方だと思うよ。1体復元出たしね。はい、どうしようかな。所持数残り22個あるんだよね、これ。どうしよう、単発4回やっちゃうかね。やっちゃおうやっちゃおう、このノリで。単発の確率ってどうなんだろうね。サブアカだとね、案外出たりするんですけど、はい、ゴミと。案外出たことあるんですよね、ルシファーとかさ。ハンドラも単発で出たっけな、確かサブアカの方は。だから出ないわけじゃないんですよね。モンストもね、10連で、星51体確定とかになってくれればいいんですけど、そういうわけでもないので。あと2回か。さあ、どうだどうだ。あれ、さっき見たよね。さっき見た気がするんだが。はい、ラスト。これでどうだ。
せめて星も何か出てくれ。どうかなどうかなどうかな。はい、お疲れ様でした。はい、これにて今月の獣神祭おしまい。ノストラダムスとかね、まあ、パンドラ一体いつ出てくるんでしょうか。ということで来月の超獣神祭もお楽しみ。今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。